皆さんこんばんは。これよりスポディケーションオンラインセミナーを開催させていただきます。スポディケーションでは4月の29日から5月8日まで、期間限定セミナーとしてスポディケーションコーチフェスタを開催していきます。子どもたちの未来のために、スポーツを通して伝えることが何か、そしてスポーツから得られる力は何かを、いろんな形で、紐解く活動をしております。そしてそれを、指導者やたくさんの大人の方々に伝えていければと思って活動をしております。そして今回もたくさんのアスリートの方、指導者協会で活躍する方、教育界、様々な方の場所でですね、活躍する方々に出てきていただきまして、様々なお言葉をいただいて、日々の皆様の指導現場も含めたヒントになればと思いながら、発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは、今回のゲストをご紹介したいと思います。元サッカー日本代表で、メルノファ山口、で活躍中の山瀬浩二選手、なでしこリーグスピード世田谷 FC 監督の上川明彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では早速話をいろいろ聞いていきたいかなと思っているんですが、まずは山さんが本も出版されていて、はい、ありがとうございます。道は自分自身で切り開くものだと。はい、はい、とこれもまさに人生の言葉にも置き換えれるような言葉ですが、このなんとかタイトルに行き着いた、なんかこうストーリー的なところはどうだったんですか？そうですね、まあ、今回の書籍が、僕の、まあ、これまでサッカーをやり始めてから、まあ、現在に至るまでの、まあ、ちょっとした自伝というか、これまでを振り返りながらも、まあ、その時々で、起こる、なんていうんですかね、まあ、困難だとか、壁っていうのをどういうふうに、まあ乗り越えてきたか、どういうふうな考えを持ってやってきたかっていう、ものについて、まあ、書いてきたものでもあるので、で、まあ、そういった、なんていうんですかね、その、まあ、流れっていうんですか、が、やっぱり、こう、まあ、どちらかというと、自分でその時々でいろんなことを考えて、じゃあどうすればいいのかっていう、まあ、思考のもと、まあ、ここまで来た、まあ、自分の、まあ、いろんな方の助けはあったんですけど、まあ、自分で、まあ、どうにかして頑張ってここまでやれてきたっていうのがあるので、まあ、タイトル考えた時に、まあ、どういう流れにしたらいいのかなっていう、まあ、あとはポジション的にも攻撃的な、まあ、選手だったっていうこともあって、まあ、ゴール得点を取るっていうのも一つの、まあ、テーマだったっていうこともあるので、まあ、ゴールを、まあ切り開くには自分自身でゴールでも切り開くものなんだっていうようなタイトルにさせてもらったっていう思いですね。上川さん、今のお話聞いてもやっぱこう自分で切り開くって言葉って指導現場長井上川さんで言うとどうですか、やっぱ選手に伝える方も含めると。うん、まあやっぱりサッカーっていうのは基本的に最近はね、監督とか指導者がテクニカルエリアっていうところに出てきてなんだかなんだか指示してますけど、基本的にはもうピッチ出たら選手がすべての問題を解決して、それまで自分が培ってきたものを仲間と一緒に、やっぱり一つでもこうプレーを成功させて、こう勝利を手繰り寄せる。それがフットボールの一番の醍醐味だと思うんで、もうまさに今の山内選手のおっしゃった、ゴールは自分で切り開く。もうまさにそれがフットボールそのものだと思いますね。山内選手、振り返ってみるとどうですか？子供の頃、小中高校生ぐらいまでって、振り返るとその頃の自分は今さっきのお言葉をみたいなこと、まあ、要は自分でこう切り開かなくちゃいけないんだっていう思いにこうスイッチが入ったのっていつぐらいからだったりとか、こう振り返ると自分が昔はこうだったけどやっぱサッカーやってきたからこうなったなみたいな、振り返るとどうですか？そうですね、まあ、ゴールを切り開くっていうところの意識ってっていうわけじゃないんですけど、振り返ってみると、子供の頃から、幼少期から、なんていうんですかね。じゃどうすればいいのかなっていうのを考える子供ではあったかなと。そういう、まあ、癖はあったなっていうのは思います。小学校の時なんかはそうで、まあ、負けず嫌いだったからっていうのもあるかもしれないんですけど、やっぱり人よりも上手くなりたい。まあ、できないことができるようになりたい。じゃあそのためにはどうしたらいいんだろうっていうのを考える、まあ、子供だったと思います。
で、そこが、より、こう、なんていうんですかね、深く考えるようになったというか、考えざるを得ないようになったのが、ブラジル留学かなと。小学校卒業してすぐブラジルに留学させてもらったんですけど、そこではやっぱり、日々の生活から、何でしょう、食事の、まあ、何を食べるかだとか、もっと言ったら、部屋の片付け、お金の使い方、まあ、掃除洗濯とか含めてですね、そういったものを全部自分でコントロールして自分で考えてやらなきゃいけないんですよ。で、そういう状況に、まあ、中学生年代の時にこう放り込まれたというか、まあ、自らそこに飛び込んだっていうのもあって、もう考えざるを得なくなってしまって、そこですごくこうどうすればいいんだろうっていうのを考える、まあ、きっかけというか、そこがすごく大きかったかなと。でそのものの考え方っていうのが今プロをやってますけど、そのプロ生活をする上でも未だにというか、すごく一番大事な部分というか、自分を支えてる大きな一つの要因だなと思ってます。なるほど。アメカさん、今の話で出てキーワードもどうすればいいかって自分で考えるっていう、うん、まあ、これは子供の頃からなんとなくこう根本に持たれたって、これ素晴らしいことだなと思うんですけど。そうですね、うん、はい。まあ、私今地元鎌倉でもスクールのコーチもやってるんですけれども、やっぱりそこでテーマにしてるのが、ゴールへの正解は一つじゃないと。自分らしさで、自分らしく考えて、自分らしくゴールに立ち向かう力を身につけるっていうのをテーマにやってるんですね。で、やっぱりそこでやっぱり私たちスタッフがちょっと気使ってるのが、保護者との関係。やっぱり保護者がどうしてもこう、熱心なあまり、こう子供にこう関わりたがる保護者が昨今多い中で、やっぱりうちのスクールに関してはできる限りこう保護者は外から優しく見守ってくれと、温かく見守ってくれと、子供がどうやってその90分の中で変化していくか一緒に見守りましょうっていうふうなスタンスでやってます。で、今の山瀬選手のお話なんか聞いても、やっぱり親御さんとこう関係性がもう立たれるわけですよね。ブラジルと日本今と多分状況が違うと思うんで、はい、ネットもないでしょうから、はい、もうそういう中で自分でもうこう切り開かざるを得ない環境に自ら飛び込んだってところが、まず、その自分で考える癖をつける、まあ、第一歩。で、それがでもやっぱりフットボールの、選手としての一番重要な、なんていうかな、キーファクターというか、環境設定だなというふうに思いますね。ですから、今はまあどうしてもね、なかなか海外に簡単に行ける状況じゃないんですけれども、まあ、国内においても、そういう所属するクラブの中でも、スタッフとかクラブの配慮によって、子供が自ら考えて、こう、僕らよく言ってるのが、安心して失敗できる環境、そういうものをなるべく作ろうってことを言ってるんですけど、うん、失敗が別に失敗って終わるのは、それは次のチャレンジをしないからであって、うん、失敗から学んで、次のチャレンジで、もし仮にそれが成功すれば、もう、それは失敗とは言わない。ただの学びでしかないっていう、まあそういうふうな持論でやってるもんですから、まさに今の、まあ当時のブラジルに単身乗り込むなんて、私よっぽどサッカーがお好きだったんだろうなと思いますけど、本当に、いや、やっぱりそういう、やっぱり経験なさってるから23年もの間ね、プロで、まあこれからも24年、25年と続けていらっしゃる、続いていくのでいらっしゃると思うんですけども、いや、すごいなと、すごいキャリア形成だなと思い、今聞いてて思いました。でも、そうですよ。だから、だからいわゆる小6でもう、ある意味行きたいって親に伝えたってことですよね。そうです。当時僕が所属してたクラブチームの校長先生が、ブラジルサッカーとすごくゆかりのある方で、で、まあ、日本中から、まあ、ブラジルに留学したいっていう、人たちを、まあ、募って、で、現地に送り込んで、で、現地の指導者のもと、指導を受けるっていうような、まあ、団体っていうか、組織があったんですけど、そこの日本の方の責任者もやられてたんですね。で、その先生から、まあ、早いうちに技術的なことを学んだ方がいいよって話で、どう行ってみないっていう形で紹介していただいて、まあ、実際は、同じように、年は皆さん、高校卒業された方だとか、もう大人の方
が多かったんですけど、20人くらいでですね、現地の学生寮、日系人の方が多い学生寮に、みんなで住まわせてもらって、で、そこで、それぞれ生活っていうか、普通に普段、生活しながら、現地のコーチに指導を受けるっていう形だったんですよ。なので、親元はもう完璧に離れてましたし、今みたいにこういうスマホがある時代でもないので、連絡も、ほぼ取ってないですし、ただ、同じような、日本人の方が、20人くらいちょっといたっていうのは、まだそこは良かったんですけど、じゃあ、それも今考えると、僕正直、なんていうんですかね、ブラジルがどれくらいの距離にあって、海外に留学するっていうことがどれだけ大変かっていうことがあんまりよく分かってなかったんですよ、小学校6年って。だから逆にそれが良かったかなって。知識がないのも逆にそういう未知のものに飛び込んでいける一つの要因かなと思ってて、今調べればいろんなことが調べれますし、知識っていうのは増やそうと思えば増やせれるんですけど、逆に知識がありすぎるがゆえにそれがなんかストッパーというか、こう、なんていうんですかね、ストッパーのような形になってしまって、物事を行動する躊躇になってしまう場合っていうのも多いから、だからそういうことを考えると、無知だったがゆえにできた部分もあるのかなとは思います。そういった部分で言うと、親御さんがそこをあとは背中を押してくれたってことが、すごいことですよね。はい、だから親の方がめちゃくちゃ心配してたと思いますよ。で、いろんなことを考えたと思いますし、はい、当然ですけど、下手したら、命の危険もあるわけじゃないか、はい、そこまでのことを考えなきゃいけないし、でも僕は全然そんなこと何もこれっぽっちも考えてないわけですよ、うん、もう本当に飛行機に乗って、北海道に住んでたんですけど、北海道からちょっと東京の方に行くくらいの感覚っていうんですかね、そんな程度だったわけですし、ブラジル留学って言えばこうキャプテン翼の話が有名ですけど、はい、その翼くんと同じことが自分もできるんだって、もうそんななんていうんですかね、そんなことしか考えてなかったわけですから。そういう意味では、そうですね、背中を押してくれたというか、その僕が行きたいっていうのを、許してくれた、協力してくれた親のおかげですよね、本当に。